れでね、テレビはつかない。テレビまたつかないの？で、テレビつかないよ。俺一回ついてなかった？うん、こんばんは。お弁当持ってきました。はーい。よいしょ。ね、これ2つみんなもらってるね。野方さん。今までは全部娘にしてもらって好きなようにって食べとった、うん、思うと言って食べとったけど、うん、今じゃんと本当に、うん、でも助かるよね、お弁当くるしね、うんうんうん、14の、そうですね、6色増えている。で、そこは、14番にもともとあった数で調整して振り分けを変えてるんですよ。はい、で全体食数が昨日429発注だったので429足す2で馴染みだけに入れてもらえれば大丈夫です。パンいっぱい来たんですけど奥入れればいいんですか？パンちょっと奥に入れたいと思います。あとゴミ袋でこっちが。これは朝食セットを組んでいます。明日の避難所の朝ごはんになります。数が足りないってなってしまうと食事が行き届かないので、それがないようにとダブルチェックしてもらって長野県さんにもお手伝いしてもらいながら、はい、20、30に確認してから閉じるようにしてます。お疲れ様です。本当にご飯が届かないっていうのが震災後、地震の後すごいいろんなとこから連絡が来てたので、それだけはないようにっていう、できるだけ食が届くようにっていうのは、はい、大切にしてます。